細かなニュアンスのところがあるんですが、違ってたと言われたので答えざるを得ません。違います。高宮湯の森運営協会の統合計画についてでございます。先般神楽門前湯治村と高宮湯の森運営協会の統合計画案について産業部商工観光課より黒原コミュニティ連絡協議会役員と高宮湯の森職員の数名に2回の説明がございました。またこれを受けて黒原湖連協では後日役員会を開かれ、統合についていろいろと協議をなされました。私もこの会に参加をいたし、皆さんの意見を聞かせていただきました。その意見等をもとに私の見解も踏まえて次の点についてお伺いいたします。1点目でございます。統合案については観光関連施設の一体管理にかかる官民連携手法検討調査業務をもとに取り組まれるのだろうと認識していますが、国交省のホームページに安芸高田市令和4年度調査報告書公表版がございまして、その中の事業設計の項目で施設の収益性、回遊性の向上を目指し、回遊性が向上すれば経済面における効果が期待できますとされているのですが、回遊性について具体的な手法等は検討されているのかお伺いをいたします。先ほど触れられた説明会を開催した担当部長より答弁を行います。回遊性には施設間の連携が必要不可欠です。道の駅三ツ矢の里安芸高田を起点とする回遊、さらに施設間の連携を図る取り組みとして高田インターチェンジ、道の駅北の関宿、これを起点とする市内北部地域の回遊を目指す取り組みを進めます。そのためには神楽門前湯治村、高宮湯の森、北の関宿、これらの一体的な運営を行う必要があると考えています。今部長の方より答弁をいただきまして、各施設間の連携を図ると、それいわゆる効率を図っていくということだというふうに理解しましたが、先ほど申しました官民連携省の調査報告書をもとに、私なりに考えさせていただきますと、ここに18ページにですね、回遊性について、図でここに書いてあるんですね、写真とともに。それで先ほど申されたかも分かりませんが、高宮湯の森から吉田サッカー公園、道の駅三ツ矢の里、八ダム、神楽門前湯治村、北の関宿安芸高田と6施設についてぐるっとこう矢印で、そのことがまあここに記載されて、その矢印が人の流れを表すんだというふうに書いてあるんですね。で、いわゆる人の流れはイコール私は移動手段も含めた検討がいるんじゃないかなという考えがございまして、まあ、この質問をしとるんですが、その人の流れ移動手段等をですね、やっぱり具体的にこういうふうに考えているんだということが、やっぱり市民の方への理解を深めるためには必要なんじゃないかなという思いをしとるんで質問させていただいておりますが、再度答弁を求めます。この今議員言われた回遊性全体の市全体としての回遊ですよね。これについてはやはり移動手段、これは車でないと回れないという考えに至ります。ただ車を持っておられない方はどうするかといったところ、そういったところはですね、これからの考えになってくるんですけれども、検討になってくるんですけれども、まずは全体、市全体を回っていただく方法というのをですね、先ほどは北部の周遊と申しましたけれども、それもさらに広げて、最初に申しました
道の駅三ツ矢の里秋田方を起点とする回遊、これをですね、まずは進める必要があると考えております。まあ、少し考えは分かったような気がしますけども、これが大事な検討課題になるということで、しっかり検討議論もしていかなきゃいけないかなというふうに感じております。次の質問に移ります。2番目でございます。高宮湯の森の指定管理者を神楽門前湯治村と北野関宿の指定管理者と統一し、さらなる収益性向上を目指すため一体化体制の変更が必要ということで統合を進めるのかと認識はしておりますが、その取り組みが具体的に収益性にどのようにつながるとお考えか、説明責任も含めてお伺いしたいと思います。統合によっていわゆる人物金経営支援が有効できるようになります。特に金です。この高宮湯の森というのは任意団体なので、資金調達の面でかなりの制限があります。これが統合によって経営の自由度が大幅に向上することが期待できます。もちろん人や物についても同様です。これらの資源を共有することによって経営の自由度が高まります。そこからより効率的で効果的な展開が可能というふうに考えています。そもそもなんですけども、まあ、町は別にしてもすぐ隣にですね、同じような事業が並んで行政が支援している時点で、それは極めて非効率であり収益性を度外視しているというのに直感的に気づかないといけなかったんです。もっと早くに。なのでここから急いで収益性を回復し持続可能な形にしないとならないと思っています。でなければ両方なくなります。今までにすでに近くにこうした施設が2つあることで課題が生じていたのをいち早く取り組むべきだったという市長の答弁で、その考えのもとに現在の指定管理のことも踏まえて検討されていると理解しております。で私もそのことについては、要するに、お金の問題、財政の問題も含めると、そういういろいろ厳しい状況にある中では、しっかり統合した少し大きな括りの組織にして、今後の取り組みをしていく、これは本当に私は必要であろうと思いますし、おっしゃるように早くに取り組むべきだったということで、まあ、今回取り組みをされるわけですね。だからそのことを、しっかりこれからもまあ説明をまだされると思いますので、それが周知できる説明をですねしっかりしていただくということが大事かなということで、この件については終わらせていただきまして、3点目の質問に移ります。先般の説明の時いただいた資料の中で、統合のメリットとして労働力の最適化を掲げておられ、統合により類似の役割や機能を持つ部門が統合され、業務の重複を削減でき、従業員の配置やスキルの最適化が可能とされておられますが、従業員の声では説明が行き届いておらず、先が見えないという不安を感じておられます。まあ、こうしたことは、統合が決められる前にきちんとした、説明が必要と思うのですが、所見の方をお伺いいたします。現時点で統合は確定ではありません。統合に向けてさまざまな事項を協議調整する必要があり、それを進める中で先日従業員、これは正職員の方ですけれども、この方々に説明を行ったところです。統合に際しては従業員の不利益にならない措置を講ずる必要があるため、対等な立場での統合を想定をしていますし、統合による組織強化によって
収益性を高め、その収益が従業員に還元されることも当然想定をしています。今後両社で調整を図るよう進めたいと考えています。小さな点ではあるんですが、すごく大事なポイントなのでお伝えをしておきます。先ほど秋田議員から先が見えないという話があったという説明が出ました。その認識が大間違いだと教えてあげてください。先が見えてないのは今ですよ。今の状態が何年も続くわけはないんです。構造的な要因によって市の財政は毎年着実に億円単位で裁量が失われます。すでに何回も説明した通りです。そんな中、何千万も指定管理料を出し続けられるわけがないんです。もしまだ従業員の方が理解されてない、できてないとすれば、ぜひ議員の立場からその現実をしっかりと説明してあげてください。5年後にはないと思います。それほど市の財政は厳しいんです。だからです、遅ればせながらではあるんですが、なんとか引き戻そうと今あらゆるチーム事業を見直してます。その一つが、ここで言えば高宮井の森と神楽門前東寺村、要は指定管理料の見直しです。これを改善しなければ市全体が破綻するので、その前にこちらがなくなります。その事実をまずはしっかりと説明し、そして理解させてあげてください。お願いします。まず今市長の答弁をいただいて、先が見えないということがすでに間違ってますという意見で、これは従業員の方、今回特にここの部分が私は質問したかったんですが、これは先が見えないというのは従業員の方が、そこの業態がどうなっていく、こうなっていくと今から説明があるんでしょうが、そうしたことがよくわからないので、不安になる、先が見えないという不安があるということの意味で話をされたと思います。で、市長おっしゃるのもわからなくはないですが、そうした先が見ないという大きな形というのは今からまだまだ話をされると思うんで、そこはしてください。それでこの件についてはですね、私もまた後日この一般質問をするために、従業員さんと再度話をさせていただきました。で、少し時間をいただいて、その従業員さんがおっしゃることを、先ほど答弁もあったかとは思いますが、させていただきたいと思います。で、まず、従業員さんはですね、まずは従業員に配置については、その統合をしてからもきちんと、市が関わっていただけるのかという点が不安なんだと。それから2点目として、まあ、現在パートの方も含めて41名の、雇用者がいらっしゃいますが、その方に対しての説明もしていただかなくてはいけないと。それから3つ目に、統合後の組織体制が見えない、これ先が見えないというのはこのことだったと思うんですが、先が見えないというのは自分の生活設計と将来像の確約等の見解が行政統合する段階においてきちっと分かっておきたいんだということだと思います。それから4点目として、統合後の経営体役員の中に、まあ、湯の森の職員の登用はあるのか、まあ、この説明を求めるのは、東寺村だけの役員だけが残るのは経営的に偏るのではないかというふうに思われて、で、湯の森の職員も納得して経営に関われることが、その職員がおっしゃるのには、湯の森からを出すことにつながり、ひいては経営にもつながっていくんだという話をされておられました。そうしたことを、まあ、意見を伺っておりますので、実は明日、会合があるというかことも聞いておるんですが、そこも行政はどこまで出られるか分かりませんが、そうした会合をもとに、特に従業員さんが不安になっておられる今話したようなことについて説明、あるいは市としての見解を話されなくてはならないんではないかなという思いで質問しておりますので、そこらあたり再度答弁がいただければと思います。今の話を聞いても噛み合わないなと感じました。もう一度お伝えするんですが、認識がずれてますよ。今の主体はお話しされてる立場からすれば、任意団体の湯の森
と神楽門前湯治場なんだと思います。それらは市ではないですよね。市は指定管理制度を使っていると、指定管理を払ってるだけです。言うなれば公共施設を使わせてあげてる、その立場に過ぎません。市が本来どうこうする話じゃないんですよ。なんか一言みたいになってますけど、うちの話じゃないんですよ。指定管理料を出してるという立場、そして公共施設を提供してるという立場ではお話を持ってってますが、本来自分たちで考えないといけない課題なんです。経営の課題は直営じゃないんですよ。なので先ほど私は言ったんです。先が見えてないのは今の状態だと。自分たちで事業者としてこの先5年10年20年どうやっていくのか全く見えてないじゃないですか。市に言われたから統合しますみたいな一言じゃないんですよ。じゃあしなくていいです。その代わり市の財政状況からして確実に指定管理料は削られてきますよ。自利品で最後どうするんですか。もう最後、今がラストチャンスですよ。ここで自分たちが奮起しなければあとは死に耐えるだけです。それではあまりにも残念だから、かわいそうだと思うから、市としてその話し合いを主導しているに過ぎません。それ以上のものはないんです。市にはあたかも市が話をまとめねばならぬような言い方はやめてください。誤解を勘違いさせます。あくまで主体は誰なのか、湯の森というものが地域に端を発している任意団体であるならば、地域の当事者としてそれをしっかり考えなければならないんです。生殺与奪の権を他人に握らせたらダメなんです。自分たちのためにしっかりと説明してあげてください。だから先ほど話をしたように、統合すること自体に私たち判断するときには大きな括りで物事をやっていくんだから、それはそれでいい。ただ今回この質問をさせていただいておるのは、統合計画について執行部の方から、先ほど申しましたように商工観光課の方から説明があって、従業員なり湯の森の了解を得る、了解と言ったらおかしいですね、説明で、理解をしていただくということだったということも認識しておりました。市長おっしゃるような、将来的に今こうやってこうやらなきゃどうだというのは、当然私もそうだと思います。そのことへ異論を唱えてるんじゃなくて、あくまでも市民の代表として、湯の森の職員さんの声を聞くということは、一つにはこういうことが職員の方は思っておられるから、そこが不安であるから合併することに反対、統合することに反対されているということではなくて、そうするのに自分たちの身の振り方も踏まえて説明がいただきたいと。でもう統合しなくていいとか、私はそんなことを言ってるんじゃなくて、そうしたことをきちんと段階を経て踏まえて、従業員のが、まあ、どうなるか分かりませんが、まだ全然決まってないわけだから、決まる前に実は指定管理の話もされて、今回上がってませんよね、指定管理も湯の森は上がってないんで、おそらく3月にきちんとどうするかを、これの統合案が決定してそれからになると思うんですが、指定管理料の削減にも多分つながるんでしょう。だけど私がこう今回質問しているのは、その従業員の方が少しわからないから説明はされるんでしょうが、そこのところをしていただきたい、こういう声でしたよということで届けております。で説明もしたいと思います。しなきゃいけないのかも分かりません。だから私はそこのところはしっかりこういう公の場でお伺いしときながら、考えを、執行部の考えを正すということで伺っておりますんで、ご理解賜りながら、要は説明をきちんとしていただければという思いがしておるんで、そこのところがメインになると思うんです。再度答弁お願いします。3回目ぐらいのやり取りですが、理解はされているのかされていないのか判然としません。重ねてお伝えしますが、市はあくまで提案をするだけの立場です。それ以上でもそれ以下でもありません。決めるのは両者、二事業者であり、話し合うのも二事業者です。片方の山積は市長副市長がそのトップにいますので、その観点でのお話はなくはないんですが、今この場でそれができないのはご存知だと思います。山積の代表としてここにいません。あくまで執行部、市の代表としていますので、市の立場を述べています。そのご理解はよろしいでしょうか。なので重ねてお伝えしますが、その秋田議員が湯の森の立場で何か
述べられるんであれば、神楽門前湯治村と議論を尽くしてください。そこにしか答えはありません。市に説明しろというのはお門違いです。大変申し訳ないんですが、提案をしているだけです。その提案の中身、それが完璧なものとも思いません。あくまでも議論の土台、叩き台でしかないと思います。だから当事者意識によってに事業者が話し合いをしてほしいと先ほど来お伝えをしています。自分たちの話なので、ね、そうするしかないんです。先ほど市民のというふうにおっしゃったんですが、市民にこれを問えば両事業先は長くないですよ。普通に考えてそれぞれに何千万指定管理料が払われている、あまり認識がされてないから許されているに過ぎないです。これまでその状態が放置されてきたというのは有識事態ではあるんですが、そこを改めれば市の未来がないと再三伝えています。そのためにここで言わないといけないことを言っています。何か全体最適、最大多数の最大幸福を我々はここで求めなければならないんです。一地域に収まらない話になっています。執行部としてはあくまでも指定管理制度、指定管理料、その観点で財政的なお話をしています。事業の中身については当事者間でより良い形を模索してください。はい、だから事業者湯治村と湯の森と、まあ、湯治村はあの北の関宿も一緒ですんで、そこでの話し合いをしてくださいということなので、今私が申しているのはそういう予定は作っていただくのは行政じゃないかと思うんです。で、説明責任をあなたも議員として果たしなさいとおっしゃるんであれば、私もそういう会に呼んでいただける、行っていいものなら行って話を聞きながら、湯の森の職員さんも湯治村の職員さんも納得した上で、本当に秋田方市のその施設がなくなってはいけないという観点のもとに今後どうするんだという話をしっかりしていただきたい。だから今日ここで言えるのはそういう説明をいいです、両方の代表者、一番最初には、両方を呼ばれたというふうに聞いてますが、そこのところで今後については、あの湯の森の方も12月に統合案に賛成かどうかはまず、うちは湯の森は振興会長がトップになってますんで返答を出さなきゃいけないというふうに聞いておりますんで、 であるなら統合するのを反対されてるわけじゃないんで、統合するんであれば職員の方も理解した統合をしなきゃいけないんで、その説明をきちんとすべきじゃないかと、先ほど申した意見を聞いたことに対して、どうあの行政は絡みはないんだとおっしゃっても、提案してきたのは行政なんで、そうした説明会で説明をしていただきたいというふうに私は申し上げております。違ってたらまた市長の答弁の方をお願いします。細かなニュアンスのところもがあるんですが、違ってたと言われたので答えざるを得ません。違います。市が提案しているのは二事業者のためを思ってです。やれという命令でも何でもないんです。ただいかんともしがたい財政事情があると、そうした時今の指定管理は必ず減ってきます。もうすでに減ってきてます。どこかで自分たちでギブアップするのを待つんですかと、それじゃあまりにも寂しいでしょということで、何か活路を市の方で提案したというだけです。乗るも乗らないも自由ですが、他に道はないと思います。あるんであればご自身たちで見つけられたらいいと思います。指定管理料なしでやっていく、その可能性だってないわけじゃないんです。どっぷり市の補助に依存してやっていこうという、これまでのスタイルが続かないよと、それだけをお伝えしています。どうぞご理解ください。はい、どっぷり指定管理に使う、うん、まあ、そういう考えにつながるかもしれない。私が今話をして市長の答弁で説明をしていただきたいということで、この件は終わるしかないと思いますので終わります。